暑いですよね、今日。こっちもカメラ大丈夫ですか？大丈夫だよ。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、お兄さんもカメラ大丈夫ですか？ちょっと事務所通してもらって。嘘ですよ。大丈夫です。どんどん拡散してください。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、どの辺が辛いとかってありますか？肩の真ん中ら辺、奥の方ですね。ああ、はい。これですか？はい。うわ、すごいですね。すごいですか？なんかビー玉みたいな、ほら、この丸いやつが。ああ。これですか？なんか、結構友達に肩も見せること多いんですけど、自分はやってもらえないみたいな。まあまあ、そんなもんですよね。はい、やるのみで。でも、すごいですね。お友達にやってあげるっていう、なんか、講師の精神が。なんか、昔、親が、なんか、よく携帯とかマッサージ屋さん行ってて、で、その親に付き添いで、なんか一緒に行ったら帰りにお菓子買ってもらえるみたいな感覚で、付き添いで行ってたんですよ。で、なんか退屈だなと思って、やってるの見てたんですよ。たら、なんかこういろんな技やるじゃないですか。こういうのやったりとか、こういうのとか。なんか楽しそうだなと思って。はい、どうぞお願いします。で、それ真似ないことダメよ。そしたら、なんかだんだん覚えていくね。なるほど。はい。そしたら結構喜んでもらえて。そうですね。見てやるのあれから社員団が増えたのね。はい。ただなんか、あ、楽しいなと思って、だんだんやる方が楽しいなと思って。浮いてますね。でもなかなかやってくれる人いないなって、たまる一方で。もう、土日いるんで、はい、来てください。あ、ありがとうございます。何回でもやりました。一応今学校で、美容系の学校行ってるんですけど。あ、なるほど。じゃあ、ね、最後の仕上げとか使えるじゃないですか。はい、マッサージは一応。仕事に生かせるんです。はい、シャンプーした後とかですね。そのうちお兄さんにも。あ、全然いいですよ。自分もね、こうやってやってて、はい、たまにやってくれる人もいるんですけど、大体もう自分しかやってこうやってやらないんです。そうですよね。意味がわかんない。じゃんけんで終わった。1週間にどんぐらいいるんですか？ね、土日で、はい、この仕事だからマッサージの仕事やってるんですよ。あ、はい、それが終わってからボランティアで来るって感じで。だからお店に来ない人が渋谷にいるじゃないですか。はい、で、もうフラッとこうやってお兄さんみたいに話しかけてくれる人とこのコミュニケーション取るのがすごく楽しいんで、はい、あ、すごいわかりますね。渋谷結構なんか東京ってなんか冷たいイメージあるじゃないですか。でもなんかあったかい人っていうんですよね。はい、渋谷結構いいですよね。アクティブな人も多いんでね、なんかこういう、こう、気さくな人って。これですね。すごいですよ。あれ、確かに聞きますね。何年ぶりって感じで、誰かに分からないと思うのか。うわ、はい。あ、多分凝ってますね。ここまで凝ってる人います？だってこうやって声かけてくる人って大体もう強いんで。そうなんですか。だってこれはちょっとさ、一通りの中でやられるのが恥ずかしいじゃないですか。あ、確かに恥ずかしいけど、やってもらいたいってことは相当凝ってるんですよ。全然恥ずかしくないですね。慣れてるんで。まあ、中にあるとそうしてもね、みんなすごく悩んで悩んできます。あ、ちなみにそういったらどんな感じで結構本格的。めっちゃ本格的。すごい表面じゃなくて奥に。これお兄さんあれですよね。終わった瞬間に周りから黒い服のお兄さんたちわってきていくらか請求されたりとか。じゃあ前払いです。よろしく。お先帰るわ。ちゃんとカードも使いますから。ちょっと頭してでしょ。はい。あ、今これで払いを洗脳されてるんだよ。すごい。番号ゼロ。あとあの開運の角とかもありますね。あ、お願いします。あとブレスレットがつきますか。やばいやばい。会員になるからね。お店開けちゃいます。はい。お店開けちゃいます。あ、でも実際店で働いてるんで。あ、はい、あ、自分のお店でって。自分とか、まあ、父親の店なんですけど。あ、
あ、この辺撮ってるんですね、これね。そうなんですよ、指が撮ってる。なんかちゃんとベッドでゆっくりやってあげたいですね、ここ。あー、ありがとうございます。ここもきついですね。肩こりって、ほっといたらなんかなったりします？まあ、死ぬことはないでしょうけど、はい、やっぱ偏頭痛だったり、そうなんです、ひどいところは四十肩、五十肩だったり、はい、あとはやっぱリンパの流れが悪くなるんで、はい、顔のむくみとか、あ、ね、あとは血液が頭に回りにくくなるんで、はい、よくね、ちょっと眠くなったり、ああ、よくあります、ね、やっぱそういうのもこう起こりうるんで、はい、まあ、ろくなこといいことはないですよね。あと猫背になるんで、あ、めっちゃ猫背になる、立ってても格好悪いんで、そう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 、なんかちょっと貧乏臭いじゃないですかね、ここは。意識して胸張るようにしてるんだよ、こういうところ、こういうところがなくなるんで、そういうところ、気持ちいい、めっちゃ気持ちいい、ちょっとね、鎖骨の下にしてます、はい、こういうところも、うわぁ、週一で通いたい、何回来ても無料なんで、いや、まず来てください。休みが、学校日曜日しか休みないんですよ。じゃあ日曜日はこの時間多分いるんで、はい、待ちます。はい、日曜日よ。あ、本当ですか。いや、ちょっとよかったらうちのも、まあ、こういう肩揉んでるだけです。あ、やっと2000人超えたんで、大体回転も視聴数も、まあ、1000回転ぐらいはするんで、まあ、好きな人はやっぱ見ますよね。自分も肩こりだから気持ちが分かるっていう共感。あ、ここですね。あ、時間大丈夫ですか。そろそろ。そう、違います。大丈夫。こいつ何分かもこの時のマッサージされやがったよね。ああ、なるほど。あと3時間ぐらいかかります。終電なくなる。終電なくなる。学校で、授業で、で、まあ、そうですね。やっぱりいろんな流派がありますからね。やり方ってね、それぞれありますから。ありがとうございます。あ、それもう一回ここでいただいてよろしいですか。はい。はい。三人に。どうですか、これ。あ、すごい、毎週通いたいです。あ、ありがとうございます。いやいや。今日何人か来ましたか。今日はね。来たのが7時ぐらいなんですよ、終わってからなんで。あ、じゃあついさっきぐらい。そうそう、さっき来て、で、お兄さんの第一回目ですよ。あ、本当ですか。それまでちょっとね、やっぱみんな、はい、帰りたくしょうがないから、どんどん流れてくるんですよ。あ、確かに。ちょっと見るけど帰るみたいな。そう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 。あとみんな時間がない、時間がないですよ。ちょうどあっちの表のところで YouTuber 探そうかなと思って。なるほど。そしたらなんかみんな閉まっちゃってて。そうですね、もう、はい、今日最後の週末なんでね、週末とか日曜なんでね、もう閉まる、もう明日から普通の月曜日だから、はい、テンション低い低いですよ。午後来たんですけど、なんかテレビの取材やってたなって。多分表の方出たら多分もっと人気出ますよ。ただはい、いっぱいいるじゃないですか。あ動物の関係の人と、はい、あとなんかこういう人がいるから、はい、ちょっとやりにくいな。確かに。いなかったらいつもあっちの方でやってるんですよ。そうですか。先に取られちゃってたんで。ああ、そうなんですね。いてもでもあの人たちやっぱり隣に来るんで、はい、そうするとやっぱりちょっとちょっと気が散りますよね。やってたんでこっちに逃げてくる。で、こう取ってても向こうの、はい、ギャーとかファーとか入ってくるんで、はい、ブヒブヒギャーとか、あー、何話してるか分かんないんですよ。そうですよね。ちょっとこの2人のトークが入らないと全く入らない。で、
声も全然入んない。入んないし、あの豚の鳴き声とか悲鳴が聞こえるだけなんで。そんな騒いでますあっちって。いや、今日はまだ、ね、おとなしい方なんですけど、はい、今日はまだおとなしい。いつもだともっとあのなんか向こうから山彦で帰ってくるぐらい。多分警察に言われたんでしょう、ね。ああ。県政ね、はい、そうなの有名な、すごいなんか中まで入ります。そうこれですけど、一番こっちこれあのここに対してこれ叩くだけでも、はい、ああ出て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 、ああそうだね、なんかリズミカルにするのすごいいいですよね。なんかやりすぎて両方、ええ、両手同じタイミングになっちゃうんですよ。ああ、わかりますか。やっぱり自分のなんかペースを、はい、見つけるといいですよね。はい、はい、どうもどうもありがとうございます。ありがとうございました。どうもどうも、ありがとうございます。いいえ、こちらこそ。